南丹市は京都府中部の丹波地方に位置する市。2006年1月1日に、府内郡その部町、八木町、日吉町、北桑和田郡宮間町が合併して誕生。京都府内では2004年の京丹後市以来となる新市の発足であり、南丹市の後には2007年に木津川市が発足している。なお、南丹とは丹波の南部が語源で市内における、 市役所以外の施設として、京都府の機関である、南丹保健所や南丹土木事務所がある。しかし、同じく、京都府の南丹広域振興局や京都府立、南丹高等学校は、亀岡市内にある。気象庁による区分では、京都府南部地方とされている。また、八木地区とそれ以外の区域間相互通話は、市外扱いになるため、市外局番が必要である。南丹市では、 合併に伴う主要プロジェクトとして、その部地区で実施してきた CATV を全市域に拡大し、2007年4月からは、日吉地区で、2008年4月からは、八木・宮間両地区で FTTH による CATV サービスを提供している。なお、その部地区は HFC による CATV サービス提供となっている。市役所のある旧その部町中心部周辺の 空中写真。1975年撮影の2枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図。空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。地域は東西に長く、京都府を南北に区切るような形をしている。日本海に注ぐ由良川と太平洋に流れる桂川の分水海がある。京都府下では京都市に次ぐ面積を持つ。宮区は、 豪雪地帯である。三国竹山麓の揺ら川原流域には、京都大学和施政研究林の広大な自然林が広がる。山地下線平成二十二年国勢調査より前回、調査からの人口増減を見ると、四点一三パーセント減の三万五千二百二十人であり、増減率は、二十六市町村中十五位、三十六行政区域中二十四位。福井県、 滋賀県、大阪府、兵庫県の自治体と接している。四つの都道府県と接する自治体は、南丹市以外には、岐阜県高山市と埼玉県秩父市のみである。このうち、東市との世町、高島市の境を越える道路はない。南丹市の中心部園部は、江戸時代、園部藩、小出市の城下町であった。現那5年、小出義地が園部に封じられ、園部藩が立藩した。 以後幕末に至るまで、小出氏がこの地を治めた。歴代藩主は、桂川の治水に尽力し、その米藩の発展に尽くした。吉地下の祖先の小出義政は、豊臣秀吉のいとこという豊臣家の親族であったが、その米藩からは徳川幕府の幕閣も排出している。東市域は古い歴史を持つ。一説もあるが、八木地区に丹波国府が置かれたり、今では、 地名となっている氷室があったりするなど、古くから中央立領政府とつながりが深かった。それはおそらく、桂川水運が深く関係しているのだろうと思われる。室町時代にも死後細川家の守護所として、八木城が築かれ、丹波一円の政務を騒乱し、丹波国政の中心地となった。戦国時代には、ヤギに守護代内藤氏、その上に、文明の名高い荒木うじな、 宮町区に、旗市の末裔とされる川勝氏が拡挙した。キリシタン大名として名高い内藤ジョアンは、この四五代内藤氏の末裔である。八木町は、内藤氏が滅ぼされた後は、廃城となった。江戸時代は、小出氏がその辺に入部し、その辺城を改築、その辺藩を形成した。この家は明治維新までこの地の領主だった。廃藩置県後は、その辺県、地 京都府に編成される。市長役所市役所は旧園部町役場を使用。本町の庁舎、駐車場は1998年までは園部町立園部小学校校舎、体育館、運動場だった。小学校の移築に伴い空き校舎となり一時は老人福祉施設として活用され、その後園部町役場として使用される。 市議会府議会衆議院三山町は二千六年四月一日まで、京北警察署の所轄であったが、京都府警察の警察署再編計画により、京北警察署は廃止され、三山町は、その部警察署の所轄に編入された。同時に、南大警察署に署名変更。三山文化ホールと、市役所三山市所会外国内男前豆腐店、三山名水その部岸の中心となる駅、 そのべえき都市間バスグルリンバス路線バス南端、パーキングエリア高速道路国道不動園部城、辰宮倉かやぶきの里、北村生ま天馬宮。ありがとうございます。